先ほどパパさんの動画を見て、鬼、悪魔みたいなのを見た方が相談してましたが、パパさんは悪魔を見たことがありますか？私は日本悪魔というものを、世を滅ぼすような悪魔というものを姿としては見てはいないですけれども、今はなんかさ、天変地異のごとき大雨が降って疫病が流行ってさ、まあいよいよね、こう、宗教的に言うところの本当に終末期が来てるのではないかっていうふうに思うと、今の世の中は悪魔に支配されているんじゃないかなっていうふうに思ったりなんかしますけれども、小さな小さなっていうと本当に失礼ですけどもね、例えばね、僕の動画でも上げてますけどね、同じ目をした殺人鬼たち、あの人たちは悪魔に取り憑かれてるというか、魂そのものが、汚れ切ったままこの世を何回も何回も繰り返してますのでね、あれは悪魔の目をしているなっていうふうに思いますね。魂がもつれた悪霊的な人間も神に歓迎されて生まれてきたのでしょうか。そういった人間も生きる価値があるんですね。これね、本当に難しいんですけどもね、神様仏様の世界からするとね、人も虫もね、蚊もみんなね、生き物としてね、ご覧になられてるんですよ。そしてね、人が人を殺し、人を殺した魂がまた汚れたまんま極楽浄土に一度は行くんですけれども、本性としてですよ、魂そのものが人を殺すことを求めてしまう魂っていうのが繰り返し繰り返し同じことをやってるっていうのが現実なんですね。それは人としてはね、恐ろしいことなんですけれどもね、本来人はね、何か動物を殺して食べたりしていかなければ絶対に生きていけない動物ですよね。牛にしろ、豚にしろ、魚にしろね、その一つとして、食べもしないのに殺してしまうという本能を持ったまんま世を繰り返している人間がいるっていうことも確かですね。例えばライオンがね、食べるわけでもないんだけれども、王の座に立つがために、前のライオンが産んだ子供たちを全て殺してしまったりというようなね、そういった現象が今も人の中に残ってしまっているやつがまだいる。魂として本当に幼いまま、それを繰り返している人がいるっていうことも確かですね。本当に、現代文明としては怖くて恐ろしい限りでございますけどもね。サイコパスが、快楽殺人犯が抑えきれない欲望で他者を傷つけるのは神様の罰と思えるのですが、それは私たちの浅はかな考え、やっぱり命として意味があるのかな、意味があるとかないとかっていうよりも、まだまだ人として成熟していなかった頃ね、はるか昔の魂ですよ。そういう魂の呪縛っていうかさ、そういうものから抜けきれないまま同じことを繰り返している人がまだまだいるということですね。そういう人たちが成熟をしていこないと、やがて必ずね、浄化されて成熟するんですけど、まだまだ時が浅いということですよ、きっと。今はだってさ、コロナですもそうですけどね、飲食店の人がどれだけ苦しんで、どれだけ自殺者が多くったって、それをへとも思わないで、金をもらってうっししっていう連中が山ほどいるわけでしょ。またまた先の話ですよ、本当に。今日、地元の神社内にあるお稲荷さんにワンカップ酒をお供えし、いつもありがとうございますとお伝えして帰ろうとしたら、大型犬ぐらいの、お稲荷様みたいなものに待てと言われました。怖くて帰ってしまいました。大丈夫でしょうか。またお参りなさってくださいよ。お礼が言いたかったのかもしれないですよ。ね、ちょっと待ったってね、お礼が言いたかったんじゃないかなっていうふうに思いますけどもね。またお伺いしてお参りなさってくださいよ。
ベッドの下から叩いて引いてくる、霊障はご先祖様が多いと聞きましたが、寝ている時にご先祖様はベッドの下に、いつもは後ろにいても寝ている時は枕元にいてくださるってイメージだったのですが、僕の場合はね、結構ね、僕ゴロンって横になるとね、そこら辺ふわーっといますけどもね、おやすみなさいって言ってね、僕一日無事に過ごせましたんでね、ありがとうございましたって言うとね、なんとなくふわーっと消えてしまうような気がしますからね。なんかそれがオーブとなってここら辺うろちょろしてるのかもしれないですけどもね。まあいろいろなところにいらっしゃるんでね、いかんせんなんともお答えが しにくいんですけどもね。ちゃんと見守ってくださってることだけは確かだと思いますよ。父のお墓参りすると穏やかな気持ちになります。密かにパワースポットと思っています。素晴らしい。これは僕はもう。梅めそうだに飲んじゃいますよ、こうなったらね。昨日お兄さんが亡くなりました。本当に？いや、おつらいなぁ。まだお兄さんね、極楽浄土には行かないですよ。アリアさんを含む方のすぐそばに、この世の思いというものを持ったまんま、お近くにいらっしゃいますのでね。極楽浄土で洗い流されるまではね、悲しいお気持ちっていうのをそのままお伝えして、良い時期でございますのでね、たくさん、なったらいいんだろうな、悲しい思いを伝えられるっていうことも大切な時です。どうかね、ご冥福をお祈り申し上げますのでね、恩人様にもね、一日も早く極楽浄土に行って戻ってきてねっていうふうにお伝えください。